今週もご苦労だったね。そして3人目のエクストリームライブ制覇おめでとう。本当に素敵なステージでした。プロデューサーさんも本当にお疲れ様です。そのアイドルの実力を引き出すのがプロデューサーの役目だからね。実に見事だったよ。もはや疑う者もいないだろう。君の実力は本物だ。おとなし君、祝杯をあげようじゃないか。はい、安心してください。そう来ると思って社長の秘密の戸棚からヴィンテージウイスキーを持ってきてあります。何？それは、あ、いや、まあいいだろう。ささ、ついでくれたまえ。おお、とっとっと。新しいライブが開催できるようになりました。